デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。お願いします。さあね、皆様からの差し入れで、あったかく美味しくやらせていただいております。ありがとうございます。まだまだ差し入れは受付中でございます。随時ね、まだまだというか終わりなく差し入れ、ね、季節にまたね合わせて、やっていただければなと思ってる次第でございますが、本当あれですよね、デメ流もそうでしたけども、見てる人に助けられてここまで来たっていう、でもイベントでもね、本当これ持ってきますからね。持ってきます、はいはい。これあったらもうね、どこだって、あ、なんかゴロって言いました今、餅。ゴロゴロ、これあの、通常バージョン特上です。いいっすね、あ、この砂糖いいっすね、はい、私もこれ今ね、こっちは滋賀のやつを先にやってて、その後にこのね、またね、新潟のやつも入れてと、はい。滋賀はあれだよ、あの、お米感を気にするとすごい感じる。ちょっと私1回目分かんなかったんで、もう1サイクルいってますから。でも新潟さんは分からなかった。お餅だなってしか思わない。でもこれはね、多分分かると思います。あ、違うわみたいな。ほんともうすごい子供みたいなの言っていいですか。はい、味付けなくて素材の味を楽しむじゃないですか。だいぶ飽きてきてるんですよね。まだ3個目ですから、デメさん。餅の味だなぁと思うんですよ。私はもうね、生でいけちゃう方なんで。いや、硬いと思いますよ、生は。いや、この状態じゃね、普通のこのパックのやつは硬いなぁって。美味しくないなぁって。そうだと思いますよ。焼くと、あの、突き立てだったらね、俺も全然このまんまいける。餅の実もね、プロ級になるって言ってますよ。死んじゃうかもしれないけど。ちょっと餅飲みしたことないですね。デメさんじゃないんですからね。俺もないです、ね、デメさん毎年あのお正月には餅飲みたいんだよ。餅いただいて、今今回シューテンペストとかもあったこのミドリストーク、はい、ミドリストークね。いや、これだってこれ灯油ダバダバ盛り上がって今日もだからこれ匂いがさあの揚げ句のあたり上炉ついてるでしょ、これ。あ、上炉ついてる、ね、これ上炉つけるのついてるの忘れて、ほっせえなこれ入れんの大変だなーって入れたらそりゃそうでしょうね。パコってみたら、俺が入れるんだよ、カムラちゃんって言って、あの河村君いたんだけど、はい、そうですね、めっちゃこぼれませんって大丈夫だよ、血まみれになるだけだよっつってそのうちどっかに引火してボッと危ないかもしれない。あれってダンボールが危なかった一番。はい、ということでね、本来はこのコーナーは皆様のお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。QR コードからエントリーしていただくか、概要欄にもリンクがございます。YouTube のコメント欄でも受け付けております。お気軽にご投稿いただきたいんですが、カスタムの詳しいご相談や在庫の確認はパドック店頭まで直接お願いします。そうだな、さて持ち座談会じゃないんだよ、いいんですけどね、それはメンバー限定動画で、ね、お客さんが怒っちゃうよな、はい、やらせていただこうと思いますが、今回は里真子の自慢の息子、キノコ、タケノコ、股間の土の子、元気な子さん、はい、コメントありがとうございます。投稿だね、投稿ありがとうございます。期待したいということで、あの、誠があれなんだよね、冗談通じないんだよ、こういう時ね。なんすかそれは。ちょっとよくわかんないです。いや、お客さんが一生懸命こう面白いと思ってつけたけど、あ、そうですか、はい、意外とね、ドライなんですよ、その時、はい、イメージがないと思うんですけど、でも、あの、伝えておきます、はい、ということで、毎度長ったらしい内容ですみません。 いえ、以前の半音の納豆姉さんですが、はいはい、自分は男なのでノット姉さん、ノット姉、お姉さん、納豆姉さんという実にくだらない理由です。ノット姉さんってことは、ノーお姉ちゃんみたいな感じだ、お姉ちゃんじゃない、ないよ、男ですってことです、うんうんうん、はい、が変化して納豆姉さんだったと。めちゃくちゃ俺は納豆プレイが好きなお姉ちゃんかと思ってたということでね、基本お酒に酔った勢いで投稿させていただいているので、まともな投稿は他の質問者さんにお任せしたいと思います。ツッコミを一つだけ入れて、はい、酔っ払いの勢いじゃないか、はい、2人のドットサイト凍らした動画を拝見させていただきました。面白かったです。ただ間違いであれば申し訳ないですが、お二人はパドック内で煙たがれているとかそういったことはないですか、うん、ないで、ん？ことではない、はてな、心配、老害に
パドック内を徘徊されると困るから、うん、倉庫に追いやり動画を撮らせて満足させてるといった状況でなければいいのですが、心配で心配で食事が喉を通りません、うん、ドットサイト凍らせた動画内で通行人の男性がガン見していました、はい、後ろね、通ってる人がちょっと映り込んでましたけども、動画始まりのデメさんの顔も普通でなく、こと切れた顔をされていましたので、すごい伸ばしてますね、あのなんかこうギラギラした感じ、はいはいはい、が皆さんねびっくりしてるみたいですけどね、うん、デミさんってあんなもんなんですよで答えちゃって自分は群馬なので直接行くのは難しいため、今度通販でフェニックスグリス買うので元気出してください、はい、負けちゃダメですよ、はい、グリスによる静音性を検証された方のブログによると、フェニックスグリスが明らかに差をつけ静かになったという記事を見ました。どちらもね、パドックカスタムは何万発に耐えられるのか、耐えられたとして初速サイクルのサイクル等にどのくらい変化が出るのか検証していただけたら嬉しいです。納得いく内容なら今後パドックカスタムにお世話になると思います。自分は以前国内最大手と思われるショップに新品オーダーカスタムオーダーしたのですが、新品なのに擦り傷だらけで非常にがっかりして、10万近く払ってこれと二度とカスタムのオーダーはしないつもりでした。自分は洗浄でつく傷は勲章、整備でつく傷は恥という思いでバスタオルの上で整備しているので、余計にショックというものもあります。傷がついたらついたで報告は欲しかったです。こんな自分は間違っているのでしょうか、小さな人間でしょうか、生きててもいいのでしょうか、どうかカスタムは嫌いになっても僕のことは嫌いにならないでください。逆だね、うん、僕のことは嫌いになってもカスタムのことは、ね、あったんだね、うん、はい、ということで、かなりこう長いあれなんですけれども、俺好きなのよこういう質問、はい、あの気楽に答えられるから。まずまあ、老害かどうかの問題からいきましょうか。ああ、そうね、そりゃ嫌でしょね、店の中徘徊してこう徘徊ってね、こうやって玉が出てない玉がそりゃ嫌でしょ。まあでも幸いなことに若手からはそんなに嫌われないでやれてるから、嫌われてるかどうかとか表には言わないやつならたまたまいるのかもしれないけど、あそこに座ってて邪魔どけとか言われることはまずないですね。ここもねみんな邪魔になってますよね、うん、若手からするとね、また撮影やってるよ、タバコ吸いに来れなかったりしますから裏回ってたりとかね、うん、幸いそれは今のところないんですけど、言ったらまああのご想像にお任せしますけど、5体満足だといいねっていうね、ダメですよ、殴っちゃダメですから、うん、殴らないって僕言ってますから、5体満足だったらいいねって、ギリギリダメだと思うんですよね。結構だからまああのあと社長にも今日この質問来たんで面白かったんで社長にも見せたんですよ、はいはい、そうだって言っとけって言われました。老害で俺は居場所がねえから、うん、こっちに追いやってるって変なとこでねうろうろされるよりちょっとあいつらあっちで動画撮らせて静かにさせとけと、うんうん、そういう体だからお前らそうやっとけ言っとけってそれで言って本気でされたら困るから頼むよって言われた本音で言えば別に邪魔にはされてなくて、やっと動画にむしろ人権をもらったかなと思います。動画をやることに対していいなあいつらサボってばっかりじゃなくて動画って大変なんだなと思ったり、お客さんのためになってるんだなって伝わってきてくれたのかな、ね、最近ここでね本当にね何時間もずっと喋りっぱなしですからね、やりたくないって周りは言ってましたよ、変わるかっていう話をして、もし楽しそうで餅食ったりストーブ当たってられるぞって言ったら、うん、嫌ですっていう答えの方が若手は多かったです。一人だけ嫌ですよって言いながら前に出てくるやついますね、います、うん、だからって言いながらカメラにういってこう出てくるお前はどっちなんだと出たいのかあの本当にやめてほしいのか、出たがりだなこれな、本当は出たがりで、ちょっと恥ずかしがってるつもりだなこれな、だと思う、無理だなってね、うん、だと思いますけどね本当に。ですから、今のところやってていいよっていう感じで、会長からはもともとねやれよって言われてたんで、そんなあの嫌な目は一切ないし、社長もあの
ちゃんと答えられてるんだったら続けてって、でむしろバンバンやってっていう、はい、皆さんが応援していただいてるんで逆にもうどんどんやってって本音はそこですよね、そうなんですよ、効果があるからやってくれよっていう、だからそれこそメールで応援のメッセージいただいたりするのが社長にも伝わったり会長にも伝わったりするのでやれてますので、まあ本当にダメだったら どこになるんだろうな、外に小屋とか作られ始めたら本当にヤバいんだなと思ってもらえれば、もう邪魔だ邪魔だっていう、ね、もう敷地の外になっちゃった、もうここすらも邪魔だからもう外に行けっていうそしてそこでログハウスみたいなの作ってたらこいつら自分たちの好きで作ったなと思ってください、段ボールで作ってたら追いやられたなと思ってください分かりやすいね、うん、ログハウスでそっちなんか違う溜まり場になっちゃって、ね、そうエアコンついてて、うん、で換気扇ついてでストーブがこうあったりしてたら、あこいつら会社の方で好き放題してるなと思ってもらえれば、で真面目な話ですね次、はい、フェニックスグリズで音が消えるっていうのはね、うん、非常に嬉しい意見なんですけど、はい、俺が言っちゃいけないんですけど、そんなに大きく音が変わったって気はあんまり僕は俺ウィンでは思ってないんですよ、もちろん悪いグリズじゃないから販売してるんですけど、うん、そんなに静音性に優れてるっていう気もしてない、うん、多分この検証した人がめちゃめちゃセットアップが良くったりとかしたんじゃないかなと、どこのブログか分かんないんでもしあれだったら教えていただければ、でもリンク貼れないのか、だからその音の声音はもちろんグリスなんで効果はあるんですけど、極端に音にこだわったグリスではないので、うん、音よりもちゃんと被膜形成をしてやれるものを作ろうっていうのが僕の考えたものなので、そっちではない、でもそう言っていただけるんだったらすげえ嬉しいなと思うんですけど、あと何万発耐えられるのでしょうか、これは自分の意見で言うと運ですね、運、うん、最高にいい出来だぜって言っても、うん、なぜか翌日壊れちゃった人もいますし、うん、これはもう万発打てないんじゃないかなと、アブネチューンしても持つ人は持つんですよね、なぜか。だから21年やってきた結果答えを出しました、運だなこれはと、何かその人が特別な使い方をしたんじゃなくて普通に使ってたら持ってたよっていう人もいますからね、だからいつ壊れるから機械物は分かんないけど壊れにくいようなセットアップを取っていくっていうのがパドックのスタイルなので、壊れないことがまず第一条件で考えてます。であと、いじる時の傷について、これたまたまご意見あるんですけど、はい、私もよく言われるんです、お前指輪して鉄砲いじったら傷つくだろうって言われる、これも言われましたね、はい、銃いじったら、そうだと思います、でも問題は指輪が抜けないんです、もう切るしかない結構指輪がガチで抜けないんですよ、でさすがにもう何十年もつけてるじゃないですか、抜けないのがもちろんなんと、ニッパーで切ったら切ったで嫌だなと思うので、傷つけない方法で、あと手袋したりとかするようにしてます。それとあとテーブルで僕作業しないんですよ、銃ってそんな空中文化ここ、はい、膝の上で銃をよくこう、何か物を叩くとしても膝の上に物乗っけてからめちゃくちゃ痛いんですよ、でも傷はつかないしダメージも吸収できるからと思って膝でやるんで、今ね分かりづらいけどジーパンとかもねほつれるんですよ、めちゃめちゃここで、はい、でやるのがパドック式なんか、エプロンとかねここに置いてみんな作業してると思うんですけど、テーブルは逆にちょっとこうずらしたりすると傷入っちゃう可能性があるっていうのがやっぱ気にするかどうかですよね、いじる人たち側が、その擦り傷とかピンの抜き傷とか入っちゃうよっていうのはもちろんあるし、つけてつくかもしれないなと思ったらまず連絡かなとは思うんですけど、でもうちらも人間なので 100% はないので、もちろん前提としては絶対傷をつけないように作業しようって言って注意をして布をかませたりとかしますけど、ついてしまうのも分かります、いじる側の人間とか、それをつけないのがプロだろと思われるのももちろんなんですけど、ついてしまう時がやっぱあります、うん、それをどう
するかですよね。ついてそのまんまにするのか、ついたところをちゃんとタッチアップをするのかとか、そういうことで多分元納豆姉さんは言いたいんだと思うんですよ。整備する時の傷もやっぱあるなと思うので、それがやっぱりこう嫌だなと思う場合は、自分でやった傷って結構諦めつくじゃないですか。まあね、うん、人にやられた傷って、なんでプロがやったのにってなると思うんですけど、そこはあの傷つけるから許してくださいっていうのはないんですよ、僕らにとっても。傷をつかないようにはするんですけど、ピンの抜いた跡とかそういうところにこう瓶がまた入るときにする跡とかついちゃったりするっていうのはご了承いただくと嬉しいかなと。まあもちろんつけないようにはするけど、っていうか大前提としてあのつかないようにはやるけど、うん、まあ、どうしてもね、ついちゃうところは多分いちいち言わないと思うんですよね。ここのビス、そのビスにはちょっとだけ傷がつきますっていうお話は、ね、なかなか言わないですよね。芋ネジ締めたらそこの塗料のところにキュッと入るから、ちょっとね、そう入る、うん、それを言わないから、それは、うん、だからそれを言わなかったって言われちゃうとちょっとそしたら全部難しいなってなっちゃうなっちゃうんですよね。ただやっぱりフレームに対して斜めにザザってする後はダメだと思うよ。それはやめようよとかあるんですけど、まあそこの妥協点人それぞれなんでね、まあ、その辺はちょっとねなかなか難しいとこもあるし、どのショップさんでも多分そうだと思うんですよ。わざわざつけようと思っては傷をつけようと思ってはやってるところはまずないと思うんですよね。うわすごいよね、うちはチューニングするけど傷つけますからダメージ加工とかだったらね、はいはい、分かりますよでもそうじゃないんだったら多分わざとやるところはないと思うんで、まあ、その時運が悪かったっていうのもあるんでしょうけど、たまたまそうなってしまったのか、あとはまあその人の基準がどこにあるのか、まあ、ちょっと話は変わってくるとは思うんですけど、まあ、パドックだって 100% 絶対つけないですよっていうことはできないので、まあ、あのマイナスドライバーが片側めくれてるって言われたことがあるんだけど、はい、そのめくれてたところはどう考えてもうちの基準では触らない部分だったの、うん、でもお客さんが見たらめくれてるよこれって言われて、メーカー出荷時に多分引っ掛けたんだなこれと思うんだけど、うん、やっぱそのメーカーですら起きる製品チェックをしてって思うと完璧ではやっぱ難しいのかなとは思うよね。なるだけメーカーだともちろん交換してるはずだから、ちょっとねその辺でまた、ご期待していただきたいところもあるけど、あまりに期待されすぎちゃうとねまたショックも大きくなっちゃうかもしれない。いや無理ですね、完全に無傷っていうのは開けた時点で絶対無理だと僕は思ってます。あのそれはメーカーでも無理だと思ってます、無傷っていうのは。その辺を参考にしていただければと思います。はい、あれでしたっけ、里真子の里真子の女の子なんですよね、うん、あれどっかあれ地域、ああ群馬ですよね、うん、群馬ですから陸つながりでお隣さんですからそんなに遠いわけではないですからね、うん、まあでもぜひ遊びに来ていただいて、まあ傷を改めて言われると気をつけてるけど厳しいな難しいなと本当に思うよね。はい、はい、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄か、ホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。